おつおつです。はい、どうも弟です。はい、今回はね、何をやっていくかと言いますと、このジュエル購入おまけで引いていけるキャラ武器抽選、ちょっとこちらをねやっていきたいと思います。で、いつもね見てくださってる方ならわかるかと思うんですが、僕ずっとルーシェを狙ってるんですよ。で、今回も花嫁ルーシェと拳ルーシェ、どっちも狙っていけるということでね、いやもちろんルーシェ狙いでキャラ抽選やっていきたいなというふうに思っております。で、もう何回やったか忘れちゃったんだけど、もう全然来ないわけですよ、僕が選んでも。なので、まあ、今回はツイッターでねアンケート形式で募集をさせていただきまして、まあ、どの枠がね皆さん一番来るでしょうかというね、ところでちょっとアンケート取らさせていただきました。今ここら辺に出てると思うんですけど、おそらくね僕がね選ぶところ、もうルーシェねもう分かってるから、もうそこはね避けてくると思うんで、ここはね皆さんに聞いたところを入れ込んでいきたいと思います。あ、でも皆様これね1000票、あ、2000票か、あ、うん、3000票ものね、アンケートどうもありがとうございます。で、この3000人のね、アンケート結果というところで、まあ、ちょっとねアンケートがね1から2、3から4番目、5から6番目、7から10番目というところでね、最後だけねなんか7から10で4枠あるからね、うん、まあ、最後にまあ収束するかななんて思ったんですが、これ5から6番目がね一番多かったんですよ、まさかの。なので今回ね5、6番目にね拳ルーシェ、花嫁ルーシェ入れ込んで、まあ抽選していきたいなというふうに思います。いや、これでしょう、今回俺場所選ばないからね。でもこれで来たらすごいよな。はい、では早速ねこれで、入れ込んでいきたいというふうに思います。キャラ1体分、今回1回しか引けないからねちょっと渋いんだけど、じゃあ1体目リリー、はい、キャラ選ぶ、ギュスターブキャラ選ぶ、1、2、これ2番だよね、5、6番目で、カレン、ここでルーシェ選ばないから、いつもだったらこの流れで選んじゃってたんだよね正直。ここはエイジ、いやエイジも地味に嬉しいね、エイジ強いもんね、なんか新規って強くなったっぽくないですか。5、6番目、ここで5番目にね花嫁ルーシェ入れてきます。で、6番目拳ルーシェ、うわかわいい、かわいいな、来いよ頼むぞ。6番目は来た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 、拳のこのルーシェね、これもいいよね、これちょっとね入れ込んでいきたいと思います。あとはもうね適当に4キャラね、いや適当には入れたくないな、ちょっと考える。はい、決まりました。ということでね、この10キャラで今回アンケート結果でね5番目6番目くんじゃねえかっていうところで、まあ、そこにルーシェ入ってるから、ね、これ僕今回ルーシェの入れる場所を選んでなくて、本当にこのツイッターのアンケートでね募集したところに入れ込んでるんで、まあね来ちゃうんじゃないかなって思っております。え、いや今回もこれ やんないよ、もうやんない、もうこれやんない。説明しよう、赤さんはこの曲を聴くとついつい変な動きをしてしまうのである。だって初めて見た人これなんだろうって、もうなんか聞こえんだもんだって。ルーシェに嫌われキャラプレに愛されし男ニューバージョン。すいません、はい、よしやっていきましょう。え、でも本当に真面目にルーシェが欲しくて、でもエイジとかカレンとかも嬉しい、うん、エイジとかカレンとかも嬉しい、イリア・メイリンとかもまあ来てくれたら来てくれたでまあいいかなっていう感じ。でも一番の狙いはルーシェだから、よし行こう。長かった、今回は来るでしょ、いただいちゃうでしょ。これはあの伝説の動きだ、これはまた謎の動きするところだった。では行きます、3、2、1、運命の瞬間、くい！静かに飛ぶ光と暗闇を
今回も来なかった。